ウィリアム・ビル・マーは、アメリカ合衆国のコメディアン、政治評論家、テレビ司会者。2003年から開始した、HBO のトーク番組、リアルタイム・ウィズ・ビル・マーの司会を、現在務めている。また過去にはルジ番組フォーマットの、ポリティカリー・インコレクトを、コメディセントラル及び ABC で手掛けた。マーは、辛辣な言動、政治的な皮肉。 社会政治的な評論で知られている。その対象は、宗教、政治、官僚性、ポリティカルコレクトネース、マスメディアなど多岐にわたる。大麻の合法使用や同性婚を支持している。宗教に対して批判的意見の持ち主で、その姿勢は2008年公開のドキュメンタリー映画、ビリッジ・アラスにも描かれている。また動物愛護家としても知られ。 動物の倫理的扱いを求める人々の会の理事メンバーを1997年から務めている。2005年コメディセントラルの偉大なスタンドアップコメディアン100人で38位にランクインした。2010年9月14日ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。2017年8月までにエミー賞各部門に累計40回ノミネートされ、 うち一回受賞している。スタンドアップコメディアンを及び俳優としてキャリアをスタートさせた。1982年にはジョニー・カーソンのザ・トゥ・ナイトショーやデイビッド・レターマンのコメディショーに出演した。また、サラ・ジェシカ・オバさんの事件簿、チャーリー・フー,ウーバーなどのテレビ番組に早くで出演した。1983年にはコメディ D.C. キャブで 映画デビューを果たし、1986年には、ラッドボーイ、1987年には、コメディホラー、ハウス2、ザ・セカンド・ストーリー、1988年には、カニバル・ウィメイ・ン・ザ・アボカド・ジャングル・オブです。1991年には、ピッツァマンに出演した。賞賛と打ち切り1993年から、コメディセントラルで、1997年から2002年には、 ABC で放送された、ポリティカリーインコレクトは、数々の受賞歴がある。エミー賞受賞1回ノミネート10回、ケーブル ACE 賞受賞2回ノミネート3回、ジェネシス賞受賞1回などである。しかし、アメリカ同時多発テロ事件に関する出現により、番組には抗議の声が寄せられた。これを受け、番組の広告をもだったフェデックスとシアーズ・ローバックが、 広告出向を中止する事態へと発展した。マーは、出現内容を釈明し謝罪したものの、出現から半年以上が経過した2002年6月、ABC は、視聴率低迷と広告収入減などを理由に、番組を打ち切った。HBO での復帰と、活躍2003年からケーブル局の HBO で、リアルタイムウィズ・ビル、マーの司会、共同プロデューサー。 共同脚本家を務めている。番組は週1回60分で政治をテーマにしたコメディトーク番組である。HBO は2016年16シーズンまでの更新を決定した。当番組はエミー賞の各部門に累計20回ノミネートされている。CNN、MSNBC、FOX ニュース、HLN などケーブルニュース局に コメンテーターとして出演している。CNN の報道番組、ザシチュエーションルーム m s n b c の、ハードボールウィ With クリスマッシューズ、レイチェル・マドーショー、カウントダウン w ィズ i t h キース・オルバーマン、HLN のザ・ジョイ・ベイ・ハーショーなどに、ゲスト出演した。ラリー・キングライブにも、頻繁に出演し、2006年1月13日には、司会も務めた。またラリー・キングが、 引退発表した2010年6月29日には、スペシャルゲストとしてマーが、番組に出演した。最終話の2010年12月16日には、ライアン・シークレストと共同で司会を務めた。科学的知識と非宗教的な倫理の普及を目的と、する非営利団体プロジェクトリーズンの顧問を務めている。エッセイの著述を重ねる。今日著ほかありがとうございます。